県内の新型コロナウイルスの状況です。県は今日新たに197人の新型コロナの陽性が確認されたと発表しました。現在152人が入院していて、病床使用率は25.8％、一人が重症です。亡くなった人はいません。年代別では実歳未満が39人、10代が34人。 40代が33人などとなっています先週県内では前の週より2000人余り少ない3552人の陽性が確認されました1週間の陽性者数は4週連続の減少です